速稼塾の久保です。億万長者合宿、今回はですね、会社を辞めたらというテーマで吉谷さんからいただいたんですけども、私の場合は会社を辞めることがね、基本的にはできないんですよね。私30歳になった時、まあ正確には27、8歳だったんですけども、独立した時から私は自分の会社だけをやってるんですよ。そして自分の会社に、まあ人を雇用することがあったんですけども、今後はね、雇用するのは嫌だなと思ってるんですよ。というのが、なぜかね、人を雇用するとその雇っている人に、まあ、支配されているような感じになるんですよね。不思議な感覚ですけども、まあ、ですので、新しい事業プランを立てようと思っても、でも社員とかがなかなかね、私の思うように動いてくれなかったり、私の伝え方がうまくいかなかったりとかして、プロジェクトが全然進まないんですよ。まあ、これは働いていらっしゃる方から見ればね、経営者の考えていることが分かんなかったりとか、すぐに言うことがポンポン変わるとかっていうので、またこれはね、これでやりにくいのかもしれませんけども、経営者って判断することと変更することの繰り返しですからね。やっぱ1日ごとに1秒ごとに状況が変わって、その変化に対応するために、今朝出した指示をまた真反対な形にしてね、別の指示に修正しなくてはならないことがあるんですよ。ある時はずっと進めていた事業を止めて新しい事業に転換していくとかっていうふうなね、こういう速攻性が求められるんですけども、でもやっぱりね、指示を受けた方としては、しばらくこれをやるのかなと思ってたら、そうじゃなくてこっちやってって言われると、なんでいいことをどんどん変わるな、ついていくのは難しいなってなっちゃうんで、従業員さんと社長の経営者のね、溝って永遠に埋まらないですし、そうなっていかないとまたね、企業っていうのは持たないのではないかなと思います。要するに社員さんとか従業員さんって自分に指示されたものしかわからないんですよ。もしかしたら指示されたものすらわかんないかもしれないです。でも経営者って全体を見ながら、全体がうまくいくために一つの部分を使ってそこに指示を出すわけですよね。ですからここだけを大事にしても全体が駆逐されますし、全体に目を配らないといけないんだけども、一部も大事にしないといけないって、非常にもう本当に判断と責任の連続の求められるようなね、そういうような役職なのわけなんですよ。で、私の場合は会社を辞めてというよりも、社員を全員解雇にしてものすごくね、楽になりましたね。で、私はもうこれからも一人会社をやります。で、地方でやります。広島の中心部でしてた時、固定費っていうのがね、毎月285万1店舗でかかってたんですよ。ね、1店舗でですよ。従業員の給料が185万、家賃が100万、ね、これだけで285万毎月かかるんですよ。で、売上はっていうと、いい時で300万あったんですけども、まあね、晩年は3年以上150万から200万を推移してて、毎月毎月100万以上のキャッシュが出ていくっていう状態でした。そのキャッシュを埋めるためにインターネットビジネス速稼塾を始めたわけですけども、やっていくと確かにお店の赤は1人で埋めれるんですよ。お店は7人から10人でやってるんですけども、やればやるほど赤字なんですよね。で、こういう言い方したんで社員さんの気分を損ねたんでしょうけども、でも7人いようが10人いようが、やればやるほど赤字なんですよ。で、毎月100万ぐらい、100万以上の赤字が出てました。で、私は1人で速稼塾ってなってると、毎月100万以上の黒字が出てたんですよ。ですんで、ここを連結するとプラマイゼロとかになるんですよね。で、そうなった時に私はね、ものすごくね、かもられてる、搾取されてるって思いました。はっきり言ってね、社員の給料に、社員の、まあ、雇用の責任にですね、私は搾取されて、やってられないなと思ってたんですよ。で、究極はですね、時間を投入してこんなね、トントンになるんだったら、もうね、私はこういうふうに考えたんですよ。もう社員にね、出てくるなと、もう出勤しなくていいと、もう自由にやってろと、その代わり毎月20万ずつ振り込んでやるみたいな、そっちの方が時間的に自由だし、お金の損も少ないんですよ。こんな現象が起きるんですよ、経営者っていうのは。まあ、だからこれからの時代ね、今倒産する企業が増えて、第二氷河期時代が来るんではないかなと言われてます。新卒の就職もできないし、転職も難しいと。しかし私はここでね、もういい加減ね、その就職の時代は終わったっていう認識を強めないとダメだよっていうふうに思うんですよ。進学して就職活動して、どっかに就職して、もしくは転職してみたいな、そんなね、50年前のモデルを未だに持っている20歳前後の方がいるとしたら、それはね、ひとえにもう親とかの、もう先生とかのね、全然見えてないんですよ、親もその先生も。はっきり言って私は20代から経営者だけをしていましたんで、はっきり思いますけども、就職の時代なんてもうないんですよ。それはね、氷河期世代になるのは当たり前だと思います。だって職がないわけですから、ね、で、そんなところに出かけて行っても何もやらせてもらえないですよ。例えばね、何、馬車に乗りたいって言っても今は乗れないでしょ、馬車に乗りたいって。で、その代わり車に乗りたいって言ったら結構乗れるじゃないですか。
そのぐらいの違いがあるんですよ。馬車に乗ろうと思ったら、そういった特別なクラブに行くとかね、馬車の研究チームかなんか分かんない、ファンクラブに入るとかっていうの道はありますんで、ゼロではないですけども、基本的に馬車を日常で乗ろうと思ったら難しいでしょ。これがだから就職氷河期世代と被るんですよ。就職しようと思うってことは、馬車に乗ろうと思ってるのに等しいわけですよ。でもこれからね、ビジネスをしようとか、自分で生きていこうと、自分のことを自分で雇ってあげようと、一人会社を作ろうっていうのは、まさにマイカーに乗ろうっていうのと感覚が似てると思うんですよ。だから氷河期世代ってね、ものすごく未だにそんなこと言ってんのっていうふうに私は思っちゃうんですよ。で、就職しないとできない仕事は確かに残りますけども、量産される、大量にね、量産される新卒とか中途採用っていう人が就職市場に行くのはもう時代は終わったかなと思います。これからは自分にできることは何なのかなってことを考えながらやっていくべきだと思うんですよ。そして、自分に残されたものを生かしていくっていうふうな発想もすごく大事だと思います。自分に残されたものって何かなってことなんですけども、まあ、例えば私はですね、毎日の訪問販売の営業ですとか、それから店舗の営業によって、こういうふうにトークスキルをね、コツコツ毎日磨かれてきたわけなんですよ。これはですから、私が新入社員でスーパーの従業員になった時から始まってるんですよね。スーパーの従業員になった時に、もうすでにお客さんに接客をして魚を売るってことをね、商品作りした後、ある売り場で売るってことを繰り返したわけですよ。朝一になったらこうやって手を叩いて、ね、いらっしゃいましたよって言ってるわけですよね。はい、これは今日はね、旬の味が入ってますよみたいな感じでやるわけですよ。で、お客さんに調理方法を聞かれたら、これはこういうふうに調理したら美味しいですよと、ちょっとまあ3枚におろしていきましょうかみたいな感じでコミュニケーションを取って、付加価値を与えることによって、ちょっと高値で仕入れよりも高く売るってことを繰り返したんですよ。それがまさにコツコツなんですよね。それを7年間私はスーパーマーケットの従業員としてやってきて、その後訪問販売行くわけですよね。訪問販売も毎日初めて会った人とのトークバトルですからね。で、それに勝利すると契約が取れるって形です。その後は店舗の運営ですよね。店舗だって毎日知らない人が来店するわけですよ。で、知らない人に対して信頼関係を短期間で作って、そうやって商品を販売するみたいなことを繰り返すわけじゃないですか。ですので、私は何もかも失った時っていうのは、やっぱりね、このね、トークスキルといいますか、接客スキルが多分私を助けると思うんですよ。で、これっていうのはコツコツやってきたものが未だに残っているってことなんですよ。まあ、ですんでね、40代の方とか50代の方、自分にもう培われたコツコツは何なのかなっていうふうに考えていかなくちゃいけないんですよ。逆にですね、何が残されてるのかなと、何にもねえよみたいなことがね、もしあるとしたら、それはね、今までコツコツ積み上げてきたことを甘く見たんだと思うんですよ。まあ、決してこれは侮蔑してるわけではないんですよ。でも現実、自分に 何にも力がないよって方は、やるべきことをやってこなかったってことなんですよね。もしくはやってもしょうもないことをね、積み重ねてきてしまったってことなんですよ。だからそう考えるとね、50代に入ってきて、40代の後半とかに入ってきて、これというものがないっていうのは非常に危険と言いますかね、本当お先の真っ暗な話なんですよ。ですんで、もうやっぱりね、何をすればいいのかってことははっきり言えませんけども、これからでもコツコツと逃げずに積み上げていくものを作ってほしいなと思うんですよ。で、今日はね、会社を辞めたらみたいなところから、実際に、自分がね、会社を辞めた、もしくは辞めさせられて自分に残されたものっていうことに意識をちょっと向けてほしいなと思ったんですよね。私の場合は人を雇うっていうことについては全くコツコツができてなくって、雇った瞬間にちょこちょこっと教育はするんですけども、私はどちらかというと従業員と一緒に働くっていうことをあんまりやらなかったんで、現場で、社員さんとかね、スタッフさんと信頼関係を作るのがすごく下手だったんだろうなと思います。まあ、ですので、速稼塾っていうのを始めて1000名以上の受講生さんいらっしゃいますけども、元うちの社員だったっていう子はまあいないんですよね。まあ、そういうことがありますので、私も大いに反省することがありますけども、やっぱり多くのね、お金に困っていらっしゃる方とか、仕事がなくなって困っていらっしゃる方とかね、人生がいまいちうまくいかない方っていうのは、本当にコツコツやったことは何なのかなってことを振り返ってみるのがいいと思うんですよ。自分の棚卸しってやつですよね。まあ、そう考えると本当になかったんじゃないかなってことに気づきますし、なかったってことを確かめることがすごく大事で、ないんだったらやっぱり今からでもコツコツやんないと、今度こそ逃げ出さずにやんないとっていうふうに考えていくと、まあ1年ぐらいでね、本当にね、別人のように人生が変わります。これは私受け止めます。本当に自分が何もやってこなかったかってことを心の底から反省して後悔して、そして新しいね、第一歩、真っ白なところから第一歩を目指せば、それはね、1年ぐらいで自分の人生は変え取れます。ですからね、やってほしいなと思うんですよ。で、何をやるのかって具体的に言うと、発信することなんですよ。ビジネスってやっぱりね、お客さんの前にいかに出ていくかなんですよ。で、お客さんって言い方しますけども、まだ商品が1個も売れてない方の前に出ていって、どのようにね、自分自身のことをコツコツ伝えていくか、そして目の前の人の悩みをどれだけコツコツと
取り出せるかってことの、この繰り返しですから。でお客様の悩みもわからない、自分のことも知らせていない、で何のビジネスするんですかってことなんですよね。だから発信せずにビジネスは成り立ちませんから。で逆に言うと、今までお金が稼げていた、お金が、もらえていたってことは、それはね、発信せずに、おそらくですけども、単なるルーチンとして一定の作業をしたら、その苦痛に耐えたダチンとしてね、お金をもらってだけだっていうふうに、そこまでね、極端に考えた方が見えやすいんじゃないかなと思いますよね。それではね、今回の億万長者合宿は以上ですけども、会社を辞めたらね、自由になりますよ。自分の人生ってのは、誰かの作った会社の中にはないと思いますよ、私はね。それほど魅力的な会社に行ったんだったら別ですよ。でも孫正義さんが自分のね、師匠だと思うようなね、そんなね、孫正義さんを尊敬している経営者でもソフトバンクに入社しないでしょ。ですんで、そういうことなんですよ。自分の今いる場所が人生ではないってことですよね。人生の場所と尊敬する経営者ってのは別に切り離しても全然できますし、むしろね、切り離すべきなんじゃないかなと私は思いますけどもね。それでは今回は以上でございます。